今回のテーマ、ちょっとスローイングをちょっと語ってもらおうかなと思ってるんですけど、どんなとこを意識してやられてますか？まあ、まず基本的なところはキャッチボールです。キャッチボールがうまくできない人間はスローイングがいいとは思わないですね。ちなみにどんなところをキャッチボールで意識してるんですか？まず普通にキャッチボールって肩慣らしじゃないんで、プロ入ってから当時のコーチにまずはキャッチボールができないとダメだっていうところで、プロ入った1年目キャッチボールから教えてもらいましたけど、うん、まずは本当に相手の胸を意識して、はい、もうずっと投げてました。技術的なところは特に、技術的なところに関して投げ方がおかしいとかなんかっていうのはいろいろあると思うんですけど、でもそれはその人の投げ方であって、別にそこも問う必要はないのかなというのは思いますし、うん、自分の癖を消してまでこうしろっていうのは特にはないので、その自分の投げ方でやっぱり相手の胸に投げるっていうのは、はい、一番考えてます。まあ、どんな感じって、まあ、普通にもキャッチボールですよね。はい、なんかリズムがとか、リズムとかありますよ。やっぱりリズムはすごく大事です。だからこうやってキャッチボールしますけど、はい、まあ、取るときに右足を踏んで取るとか、踏んで取って、で結局握り替えて取ってからこういう風に握り返しするんで、なので右とグローブを一緒にしてこの中で握り替えをして投げる。はい、こうやって取ってこうやって投げるとかじゃなくて、リズムの中で、でここで握り返してパーンって投げる。取るのと投げるのはもう一連の、はい、そうですね、そんな感じで投げると思います。まあ、結局やっぱリズムだと思うんで、はい、リズムがこうあんまり良くない人間はそこまでやっぱスローイングがいい選手っていうのはやっぱいないような気がします。まず意識じゃないですかね。キャッチボールが肩慣らしっていうのをやっぱり捨てることだと思います。はい、まずはそうすることによってキャッチボールがまた真剣に、はい、本当に一番大事な練習だと思うんで。試合の時に意識してることとかってあるんですか？ないっすよ。もうない。ないっす。もうそのキャッチボールで、キャッチボールで出来上がってるんで、あ、こうしようとかそういったことは考えたことはプロ何年目まではありましたけど、その時はやっぱりスローイング良くないっすよ。うん、今はそういったところあんまり考えてないんで、はい、まあもちろん初投球とか冒頭とか必ずし投げると思うんで、はい、まあその中で今やったらしょうがないなとか、はあ、そういったこともあると思うし、うん、まずこの原点ができることが一番大事かなと思います。はい。